ジャニーズ平野紫仕様の金プリ崩壊、風水氏への巨額支出がもたらした不協和音。ジャニーズ事務所内における風水氏への巨額支出がもたらした波紋は、平野紫仕様を含むキングプリンス以下、金プリの解散にまであった。ジャニー北川氏の名である藤島ジュリー恵子氏の年間2億円、支出報道による、ジャニーズ内の混乱が今なおを引いている。 ジュリー氏の風水氏への熱狂は、ハワイの超有名風水氏であるる氏に行き着いていた。そのる氏は、菅野美穂や豊川越氏をはじめ、多くの著名人から信頼を寄せられており、ジュリー氏も彼に多額の費用を投じたとされている。その額、なんと2億円。しかも、これはジャニーズ事務所の経費からの支出だったという。この驚くべき報道に対し、 ジャニーズ事務所はこれを否定しているが、すでに金プリの解散は現実のものとなっている。ジュリー氏のこの風水への系統が、平野市王を含む金プリのメンバーとの溝を深めていったという。彼らはジュリー氏の海外進出に対する消極的な姿勢に不満を抱いていたとされ、平野は何度も面談を試みたものの、ジュリー氏の都合によるキャンセルが続いたという。 そればかりか、ジュリー氏は金プリのメンバーからの意見や要望を無視していたとも伝えられている。このような状況下で、金プリのメンバーたちは徐々にジュリー氏に対する不信感を募らせ、結果的にグループは崩壊に至ったと言われている。 金プリの平野仕様は、自身たちの活動や音楽路線に強くこだわり、メンバー全員で納得のいくグループを形成しようとしてきた。一方で、ジュリー氏は金銭面やビジネス面での決定を風水氏に委ねる姿勢をとっていたとされ、両者の間には深い溝があったことが伺える。 また、ジュリー氏の高級ブランド品愛用や派手な生活ぶりに対して、メンバーたちからは不満の声が上がっていたとも伝えられている。彼らはジュリー氏の行動を冷やや要で見つつ、自身たちの音楽活動に真摯に取り組んできたことは周知の事実である。 ジャニーズ事務所はこの記事に対して一部の内容を否定しているが、事実として金プリの解散は確定しており、平野耀をはじめとするメンバーたちの今後の動向には多くのファンが注目している。ジャニーズ事務所内における藤島ジュリー稽古氏の風水氏への巨額支出は、平野耀を含むキングプリンスへの解散につながる原因となった。 メンバーたちの音楽活動に対する熱意と、ジュリー氏の風水への系統との間には、決定的な不協和音が存在していた。今後、ジャニーズ事務所はどのような方針転換を行うのか、そしてキンプリのメンバーたちはそれぞれどのような道を歩むのか、ファンたちの関心は尽きない。